みんな、おはようございます。月曜日にアルバイトの面接がありました。受かりませんでした。しょうがないですね。その後、買い物をして、ネックレスを2つと、ピアスを3つ買いました。さくらんぼ。3月1日に兄は引っ越しをしました。兄の部屋は私の勉強部屋になります。水曜日に学校に行って、アルバイトに行きました。アクセサリー屋でアルバイトです。店長は外国人です。昨日数学をたくさん勉強しました。その後で、うちに帰って、YouTube を見ました。手話の練習もしました。今日と土曜日にアルバイトがあります。いつも忙しいですね。見てくれてありがとうございます。